はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら 8.9 キロ減量に成功、ダイエットに飛躍よいしょーということですね。 8.9 キロ、体重が落ちましたよということで、ね、ご報告のをさせてもらおうかなというふうに思います。こちらね、ちょっと第2ダイエット日記というふうに書いてしまったんですが、正確に言うと私、まあ、大きめの病気をいたしまして、まあ、正確に言うとリハビリに近いんじゃないかなというふうに思います。そもそも減量をしようと思って減ったわけではないのが、まあ、現状からダイエットというのは名前ばかりになるんですが、ご報告させてもらおうかなと。まずはじめにですね、実はですね、私先ほど申しましたが5月31日に心筋梗塞という病気になってしまいました。おかげさまで心筋梗塞軽めで、これ命に関わる病気ということで、後々かなり重い病気なんだというのを言い聞かさせましたが、元気になりましてですね、6月の8日には退院することになりました。入院中にも、まあ、看護師さんの方とかね、リハビリされてる方いろいろお話しさせてもらっていく中で、やっぱり再発する方がめちゃくちゃ多いと、まあ、再発防止のために食事そして運動を気をつけないといけませんよということなんですね。これを、まあ、実践したというのが現状です。ですから、まあ、こちら純粋なダイエットとは言えないっていう状況ですね。ダイエットには間違いないような気はしますけどね、あくまでも参考程度に、見ていただいたらと。本気でねダイエット考えておられる方についてはですね、また別の方法がいいのかもしれません。まあ実際どうなったのかというので、成果の方がこちらです。じゃん、なんとグラフを作りました。よっしゃー見にくい、超見にくいっていう状況ですね。データがね、3月の4日頃のデータが最も古いデータが残っておりまして、そしてまあ最新のデータっていうので今日のデータっていうので比較をしています。3月の6日段階最大値が 79.0kg の体重でした。僕の身長の方が 175cm なので、明らかにちょっと太り気味かなみたいな感じですね。この時の写真がこちらですね。まあ顔が丸いですね。まあ着てる服がね、この時期まだ寒かったんで、まあモコモコした服着てるので、まあ、余計太ったように見えるんちゃうかなと思うんですが、こんな状況でしたと。お腹がこんな風に出っ張ってる。これまだねちょっと体ひねってますから、ちょっとへこんでる方かなと思いますが、まあ実際にはボヨンボヨンでしたね。正面から見るとまあこういう風にお肉がまあベルトに乗っかってるよと。まあ明らかにねちょっと肥満やなという状況でした。体重があんまり多すぎると良くないなというので、まあ、取り始めたという時期ですね。はい、そして現在8月25日の朝現在で 70.1 キロというので、トータル 8.9 キログラムの減量に成功です。よっしゃーよいしゃーということですね。まあこれをねグラフにまとめるとこんな風にぐちゃぐちゃになってしまいました。もっと綺麗にまとめろよという風に思うんですが、まあまあいいじゃねえかという感じですね。そこで一番最初、3月頃なんでこんなデータ取ってるかということなんですが、まずはですね、30日でシックスパックっていうのをこれをやると本当に痩せて、なおかつシックスパックになるのかどうかっていうのを検証しようと思って、3月の4日ぐらいからかな、データ取り始めて、実際にこのプログラム通りに運動していったんですが、3月の後半部分で春季講習会ですね、僕塾の仕事をしてるんですけども、14時間ぐらいの拘束時間の仕事、1日あたりですね11コマぐらいの授業をやるんです。もうアホかないぐらい働かされるんですけども、これ1日14時間仕事するともう何もする気力がなくなっちゃうので、 XPAC のアプリも途中で断念しちゃったんですよね。春季講習会終わった後も PC の動画撮ったりとかね、そんなことばっかりやってましたので、全く運動もせず、おそらくはこれ79キロ段階だったら元戻ったんちゃうかなぐらいの感じの感触です。ところが、5月31日です。これもう忘れもしないですね。急に胸がしんどくなってきて、ちょっとね何かわからないけどしんどいなっていうので、ちょっと横になってたんですけども、横になってしばらく経ってもちょっとしんどいのが治らない、なんか油汗みたいな、今ものすごい汗が出始めて、鏡で顔見たらものすごい顔色が悪かったので、立ち上がるのもしんどいしというので救急車を呼んで、そこでまあ
緊急入院、緊急手術という状況になりまして、軽かったのですぐに、まあ、治っちゃったんですけども、6月8日に退院という状況になりました。入院してる間にですね、やっぱり運動が足りなさすぎるんじゃないかっていうところと、食事が悪すぎるんじゃないかっていうところを徹底的にまあ話はされまして、家族にもねめちゃくちゃ迷惑かけたんです。 ものすごい心配させたし、まあ、これはちょっと元気になって再発させてはいけないなと、まあ、二度とこういうことを起こしてあかんよねというので、退院してすぐ、まあ、言われた通り毎日運動を欠かさないようにしようと、あとは、まあ、食事の方も気をつけて取っていこうという形で進めていた。だからまあ毎日ねこれデータを取っていったので、こういうわけのわからんようなですねグラフになっているということですね。運動をやって、まあ、食事もある程度気をつける、みるみるうちに体重が落ちていきましてですね、右肩下がりというんですか、順調に体重は落ちていきました。でね、ここ体重がボンボンで上がってるじゃないかということなんですが、これはね明らかに何が原因か分かってまして、退院した後にですね家族で食事に行ったんですね。1回目のボーンはこれはもうラーメン食べに行ったんですよ、家族で全員 で久しぶりにラーメン食べてね、そんな餃子さん食べてないんですけども、これラーメン食べた途端に1キロ2キロボーン増えたので、あ、これラーメンすっげえなっていう風に思いましたね。この時からラーメン食べてないんじゃないかな。3月頃は毎週食べてましたからね、心筋梗塞になる前も毎週欠かさず月曜日に食べてたような、そんな感じですね。めちゃくちゃ食うてたなと思いますけどね。で2回目もボーン増えてるのはこれまあ週末ぐらいなんですよね、まあ、やっぱり家族と一緒に食事に行って、まあ普段食べないようなものを食べたんじゃないかなと思いますね。そこでボーンと増えました、はい、そして3つ目のボーン、これはですね家族とホテルに食事に行きましてバイキングだったんです。でもうこの日はもう食べまくるぞっていう風にもう決めてたんです。子供もね一緒に食べますから、もう気にせず食べてもらうためには僕が食べないといけないなというのがあって、バイキングもめちゃくちゃ食いましたね。もう油物も野菜ももう関係ないし、ね、めちゃくちゃ食うだったら直前が 70.4 キロだったんですよ体重。そしてその次の日には 72.7 キロまで体重が増えてしまいました。体重増えてもね普通通りにしてれば70キロ台になるかなと思って現在までやってたんですが、まあ予定通り体重が元に戻りました。本日ですね朝測ると 70.1 キロという状況になっておりましたので、一応まあこの動画を作っているという状況になっています。はい、そこでね 70.1 キロでどれぐらいの様子かなというので、これが僕の現在の状況です。まあ、やっぱり3月6日ぐらいの写真と比べると顔がやっぱりシュッとしましたね。あ、全然ちゃうんだなと思いますね。まあ、会う人会う人に痩せましたねって言ってもらえるので、あ、本当に痩せたんだなというのはかなり実感してます。お腹の方も服着てた段階で、まあ、お腹ぽっこりが目立ってたんですが、まあ、全くお腹の方もへこみました。こちらがね正面から見たお腹の状況なんですけども、まあ年いってますんでね、全体的にダラーンとしてるなっていうのはありますが、お腹の肉は取れてないところはありますけども、出っ張ったりはしなくなりましたね。まだぽよぽよとお腹の周りに肉は残っています。こういう状況ですね。服着てるとまあお腹が目立つっていうことはまずないですね。横から見るとちょっとひねってるから細めに映ってる部分があるかもしれませんが、全くお腹が出るという状況はなくなりましたね。でもアホほど痩せようとも思ってないので、とりあえずはこれを維持していこうというふうに考えてます。はい、じゃあ具体的に何やったのかと、まあちょびちょび喋ってましたが、まずはですね1点目としては、これまであまりやっていなかった運動、これを相当に気をつけました。毎日欠かさず運動しよう決めて取り組みました。具体的に言うと、6キロ以上のウォーキングっていうのを目指しています。まあ、6キロっていうのもですね分速100メートルでちょっと早歩きぐらいの感覚でしたので、6キロ歩くとちょうど1時間っていう状況になるのかなと思いますので、そこで6キロっていうのが目安になって毎日歩き続けたという状況です。仕事をお休みさせていただいている間は朝と夕方に3キロ3キロみたいな感じで歩いてたんですが、仕事が始まって6月の25日以降は朝に6キロ歩くか夜に6キロ歩くかっていう状況で、歩いております。現在はね時速6キロどころじゃなくてもう時速7キロぐらいでジョギングも兼ねて
て歩いたり走ったりしてますので、50分以内ぐらいでこの6キロのウォーキングは終わらしています。そしてあとはまあこれはね、結果的に6キロ歩けば6000歩以上絶対歩きますので、1万歩以上は絶対歩くようにしようというのはまあ数値的に確認をしてってます。アプリのねペイサーというアプリを落としてまして、これで毎日自分の体重も記録してますし、歩数、ウォーキングの距離っていうのも記録して管理の方はしていってます。まあ何かねアプリを使いながらやった方がいいかなというふうに思います。でこの運動なんですけども、運動と思いながらやらないようにしています。以前も運動しようと思いながら健康のためにねやろうというふうに思ってた時期があったんですけども、やらないといけないとか考えるとしんどくなったりとかね、やらなあかんわとかね、罪悪感残ったりするので、どっちかというとマイナスのこと考えない、めんどくさいな、しんどいなっていうのをまず考えないようにしたことと、あとは食事取るのと同じ意味合い、食事を取りますよね、寝ますよね、運動しますよねっていう、なんか生きる上で絶対必要なことの行動の一つ、日常の習慣の一つとして取り入れるように心がけました。まあ、気持ち的にストレスがかからないように運動して当たり前だよねっていう感覚でしました。まあ、だから今回運動ができなかったのは雨が降った日だけですね。はい、そしてあとは食事はこれ結構ちょっと妻にも迷惑かけてるんですが、気にして行動しています。まあ、今までもうねバッカみたいに肉食ってたんですよ。仕事が終わるとまずファミマに寄るみたいなね、ファミチキを一つ食べてから家に帰り晩飯を食うみたいな、そんなことやってたんですが、それを一切やめました。そりゃダメやろと思うんですけどね、できるだけ野菜をたくさん食べるようにしました。食事制限とかあまりしてなくて、心筋梗塞という病気に塩分は気にしてくださいと言われたので塩分は気にしてるんですが、まあ肉とかね揚げ物とか食べたらその3倍は野菜を食べるようにしよう、ただそれだけにしています。ですから毎日スーパーでなんかもうすでに刻んであるサラダっていうんですかね、100円で売ってるんですよ。こちらの方を毎日まあ一袋は食べてますね。量産食べ過ぎないようにもしてますし、ただそれだけの心がけでやっています。ドレッシングがねやっぱりねちょっとかけすぎるとあんまり意味がないかなというところもあるので、ドレッシングもできるだけかけすぎないようにしながら食事をしています。これを普通にすれば体重は減る、まあ当たり前かなという感じですけどね、こんな状況になっています。というので、まあ、今後についてなんですが、今までと同じですね、毎日欠かさず運動するっていうのは継続していこうと思ってます。そして野菜中心の食事、これも継続しようと思ってます。僕野菜嫌いでしょうがなかったんですが、やっぱりね食生活が悪すぎたのが今回の病気の原因かなというふうに思います。なんで地べたから生えたようなもん食わなあかんねんみたいなことをね言うてました。土曜日と日曜日はもうスペシャルデイ、お昼ご飯はポカ弁の唐揚げバスケットっていうのを売ってるんですけどね、唐揚げしか入ってない箱なんですけど、こちらと白いご飯のみを食べてましたね。もう野菜が入ってるのが嫌で唐揚げ弁当とか普通の弁当頼まなかったんですよね。それを食べてそしてファミチキも食べてみたいな感じですね。で今でも唐揚げ大好きやし揚げ物大好きなんですが、そんな食べてないですね。野菜をその代わり食べようみたいな感じになっています。はい、そしてあんまり痩せすぎないようにはしようと思ってます。まあ、痩せたとしても68キロぐらいまでが目安かなと、目標って書いてますから目安かなと思ってます。175センチだとだいたい 68. 何キロぐらいが、まあ、標準体重ぐらいで出てたように思いますので、限度は68キロぐらいまで、これ以上痩せると痩せすぎになると思うので、逆に食事を多めにしようかなというふうに考えてます。なので、まあ、とりあえずはね無理をせずにやっていきたいなというふうに思ってます。あんまりねストレスになるようなダイエットをするんだったらどうせ続かないですし、運動の方もしんどければやらないと、雨が降ったらできないしねっていうふうな形にはしていこうかなと。まあでもやって当たり前だよね、こんな食事をとって当たり前だよねっていうのを続けていきたい。まあ年齢的にも僕49歳なので、娘がねちょっとまだちっちゃいのでね、娘が成人する、そして仕事をする、子供を産む、このぐらいまではね元気でいときたいなと思うので、体が続く限りですね無理をしないで健康な状態が維持できるように運動を続けていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。